のの日本以上にアメリカやヨーロッパのパンクロッッパパンンククファンから支持を得ている1994年に初の音源をリリース。当時のメンバーは安子王、あがた、リカ、須藤としあきの4人。1995年のアルバムスクラッチ・オア・ステッチはスティーブ・アルビニとジム・オルークとの共同作業により制作された。1997年に須藤が脱退。 1998年に、ウォッチマンがドラマーとして加入。1999年には、ジョンゾーンのレーベル、ゾギヒからアルバム、MXBX1998、13000マイルズアットライトベロシティを発表した。1999年と2001年、イギリス BBC のマイダ・ベールスタジオにて、ジョン・ピールセッションが収録された。その様子を見ていた。 BBC の伝説的 DJ ジョン・ピールは今までに見たり聞いたりした最も素晴らしいパフォーマンスの一つ。ただただ魅了され、見に驚くものだったと評し、世界で最も素晴らしいバンドの一つとして、毎年50のベスト曲を選ぶフェスティブフフィィーに、1998年、1999年、2003年に選出するなど、2004年に多界する直前まで、 BBC の自身の番組で紹介し続けた。2001年、ウォッチマンが脱退し、以後、ゲストドラマを迎えての活動となった。海外ツアーには、ディスコーダンスアクシスのオリジナルメンバーであった、デイブ・ウィッテがツアーメンバーとして参加し、2003年に、セルスケープをリリースした。2005年、シングル集13ヘッジホックスをリリース。 これは1994年から1999年の間に発売された13枚のスプリット版を含む5インチ、7インチ、10インチのシングルレコードをまとめたものである。2007年にバンビ、S ジレンマをリリースし、同年のアメリカツアーではトゥールのアリーナツアーにも同行した。その後、ギターとベースに代わり出るミン、サンプラー、 シンセサイザーが使われた楽曲を演奏するメルとバナナライトでの活動も行う。これらの曲はバンビ、S ジレンマにも一部収録されていたが、2009年にそのライブを収録した作品であるメルとバナナライトライブバージョン0.0を発表した。2012年の夏よりヤコとアガトの二人編成となる。2013年に6年ぶりのスタジオアルバムフェッチを発表し、 同アルバムは、ローリングストーン氏が選出した20ベストメタルアルバムスオブ2013で17位にランクインした。ありがとうございます。